皆さんこんにちは、ワダレグルビジです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変を生き抜いていたらという幻のイフのストーリーを楽しめるスーパーオミコンの RPG ゲームになっています。今回は第5章ですね。前回カブラルがね、操っていた南蛮船に乗り込んでカブラルの影を倒したところまで進めてきました。その船に今乗っているという状況ですね。清洲沖から紀州方面へと船が流れ着いたというところです。信長は警戒しながら船を降りた。ヒエン天海も気になる。カブラルと天海、日本統一は秀吉と家康に任すとしても、あやつらのことはわしでなければどうにもできぬ。やがて船は一人でに沖へ進んだ。ああ、燃えている。カブラル、苔脅しはやめよ。お前が天海と手を結んでおるのは承知しておる。お前らの思うようにはさせぬわ。ぐわはは。信雄と秀吉は長浜城で会見。信雄は信長の話を伝えた。秀吉は信長に恐れおののき、改めて信長に慕うことを誓った。西国支配の手始めに、まずは紀州攻めちゃい。東は家康めにくれてやろうぞ。母、勘弁。わしはこの場で信雄殿と和睦いたす。そして家康とも戦わぬ。もはや大殿には逆らえぬわ。信長の命令により、信長の生存は天下に伏せられたままだった。秀吉自ら紀州に出兵することになった。紀州攻めですね。大殿は伊豆湖へ行かれたのか、これは家康ですね。半蔵をつければよかったが、じゃがあまりつけ回してもつむじを曲げられてもかなわぬし。殿、夢之助殿の行方が分かりました。この夢之助というのは信長のことですね。秀吉と信雄の和睦は夢之助、いや信長殿の差し金にござる。信長殿の正体、天下に知られたのか。いや、まだ知られてはおりません。そうか。結局は信長殿の思う通りに運んだだけじゃな。半蔵、天下取りを諦めた。わしは東国支配のみを目指そうぞ。大殿、猿目は観念いたしました。この首差し上げます。たわけが、勘兵衛はいかがいらっしゃる。謹慎させております。勘兵衛に申せ、我が望みは措置にかかっておるとな。はは。では許してくださるので、ありがたき幸せにございます。秀吉、西国すべてを支配できるまで、戦に力を注ぎまする。そうじゃ、お前は日本のことのみ考えておれ。わしは堺行き早急に会う。動けるようになりましたね。では、堺に行って早急に会うということなので、早速、堺に向かいましょう。亀山に立ち寄ったんですが、信長殿、家康様からのことづけでござる。殿はやはり信長殿にはかなわぬとおっしゃっています。家康様は西国を秀吉に任せ東国をまとめていくつもり。なるほど。なんでここに半蔵がいるんだろうな。では堺にやってきました。早急を探しましょう。お、早急がいましたね。大砲製造にかからせてもらいましょう。大砲が完成した暁には外国との商いはこの今井が一点。今井早急、戦国時代の堺を担う大商人のうちの一人、豪商というやつですね。そして天海とカブラルの動きを探るようですが、占いを頼りにするんですね。占いか。なんか占いをしてくれる占いおばばみたいなのがどっかにいる可能性があるので、ちょっと探索を続けましょう。大阪の占い師は化け物、魔物についても占えるとか、占い師にはどう見えたのか、
カブラル展開がどう見えたのかということですかね。ではちょっと大阪にまた戻りましょうか。占い師よ、まあどうなっておるのじゃ。大阪に戻ってきました。うーむ、今日の比叡山の巻きは失せましたが、今は戦争なのかな、なんて読むんだろう、と映っております。だがこの鬼の木はまだ弱いもの、叩き潰すのなら今。なるほど、じゃあここに向かうんだな。ではその問題の村にやってきました。なんかすでに怪しい雰囲気ですね。鬼じゃーと言って逃げていったな。どうだろう、町は普通に運営してるのかな。回復できるんだったら回復したいけど、もう回復できそう。こんな鬼が出ているという村で普通に泊まっている。ではちょっと探索していきたいと思います。山伏がやってきて死んでいる犬を生き返らせました。その時からです、鬼が出たのは。この山伏が怪しい存在っぽいですね。ではちょっと先のこの洞窟に行ってみましょう。完全にダンジョンだな。では進んでいきます。でちなみになんですけども、まずですね、これは先生であったりとかな。転職しておそらく山伏系の最上位職に就いています。お国の方も高層ということで、総計の最高位まで上り詰めましたね。それに伴ってレベルがまた下がっているので、ちょっと苦戦する可能性があるかなと思います。いきなりボス戦になった。たまたま開封してたのでよかったですけど、これちょっと怖いな。あとは、なんだろう。自動にしてあるので、そこがきついかも。いやー、ここは防御力アップを使ってほしいけどな。普通にやると奥にとかが即死する可能性がありますね。一撃死する可能性がある。自分でね、できる場合には防御力アップ系を使ってしっかり対策をするんですけど、ちょっとそれができなそうなので、そこが不安かな。生命は何をやってるんだって感じもしますしね。しょうがない。そしたらですね、信長が自ら道具を使う役になりましょう。道具は使わないという設定にしてあるので、どうしても回復役が自分、信長自身がやらなければならない。本来だったらね、アタッカーのはずの信長が回復役になるっていう、ちょっともったいないですよね。ではちょっと戦っていきましょう。倒した。奥にだけ死んじゃったので。この経験値がもらえなかったのは痛いかな。奥にのレベル上げたかったんですけどね。ちょっと奥にが持ちませんでしたね。まあ、危惧してた通り一撃で死んでいってしまったので、まあ、しょうがないかなと思います。まあ、どっかでレベル上げは奥にのためにしておきましょう。天界ともつながってたのかな。鬼の倒れた後に鬼の肝があった。鬼の肝を手に入れた。肝から鬼のうめき声が聞こえてきた。恨めしや天界。荒野さんとはどういうことじゃと言ってますけど。ではちょっと探索して戻りましょう。一旦お国がやられているので。あれ出てきたんですけど、左の方になんか陣が貼ってありますね。気になるな。ちょっと向かいましょうか、あそこに。お、そしてここはなんか安らかな雰囲気に戻っている。鬼の洞窟が閉じました。もう鬼は現れないでしょう、と言ってますね。あ、誰かいるけど、その前に一旦眠りましょう。
慣れぬキャラがいますね。鬼の噂を聞きつけてきたのじゃが、退治されてしまったらしい上のんびりしておるのよ。ならば今度はわしと一緒に魔を退治せんか。仲間に加えますか。誰なんだお前は。一旦奥には外しましょう。面白い、わかった。お供に加わろうぞ。もう落ちただ。ここでか。幻の忍びが仲間になった。確認しましょう。あ、なかなか強そうだな。悪くはなさそうですけど、ちょっとやっぱり奥にの方がいいので奥にに戻しましょう。奥にこれで生き返ってたりしないかな。死んだままだ。死んだままの奥にを連れて行きましょう。じゃあちょっと気になる、あの上の、左上かな、左上にいた陣まで行ってみましょうか。奇襲攻めをすると言ってたかので、奇襲攻めの陣かもしれませんね。ちょっと入ってみます。陣に。やはり陣が張られている。何を怯えておる。天地夢之助じゃ。殿は貝塚の陣屋におられまする。どうかそちらへ。誰なんだろう。なんか三成っぽい兜をしているようにも言いますけど、名前を名乗りませんでしたね。貝塚の陣屋にいるということでしたね。殿というのはここで言うのはおそらく秀吉のこと、かなと思いますので、ちょっとじゃあ行ってみましょう。貝塚の陣屋、どこだ。秀吉らしきものはちょっといなそうですね。ん、いましたね。お殿よくぞ、じきに和歌山へ出兵いたしまする。官兵、日本の統一は祖父の力がなくてはならぬわ。頼むぞ。お殿の命令確かに受けたまわり申した。西賀勢など蹴散らしてみせましょう。わしもじきに加わる。出陣いたせい。これ誰なんだろう。ちょっとわからないな。孤独でもなさそうですよね、見た目が。秀吉の陣にいるっていうことは、まあ、秀吉の側近だと思うんですけどね。では、まあ、ちょっとキリがいいので、一旦ここまでにさせていただいて、次回はじゃあこの続きを、プレイしていきたいというふうに思います。